ガズイアンティプ FK はトルコのガズイアンティプをホームタウンとするサッカークラブ。1988年創立。デニムなどの繊維製品製造、セメントなどの建築資材製造など多岐にわたる事業を営んでいるトルコのコングロマリと参考ホールディングがスポンサーとなっている。1988年、参考ホールディングによって参考スポルとして創設。 1997年にトルコ2部の TFF1 リグに昇格。1999年にガズイアンテプシ政府のサッカークラブとなり、1999から2000シーズンからクラブ名はガズイアンテプビュークシェヒルベレディエスポールに改称された。その後、2001年に TFF2 リグに降格してしまうが2005年に TFF1 リグに復帰する。 2017年6月15日、クラブはガジシェヒルガズイアンテップフトボールクルブに改名。トルコ一部のスユペルリグに初昇格した2019から20シーズンから4度目の改名を行ってガズイアンテップフトボールクルブとなった。2021年9月1日現在中、選手の国籍表記は FIFA の定めた代表資格ルールに基づく。ありがとうございます。